プラウドボーイズのメンバープラウドボーイズとは、アメリカ合衆国及び、カナダの男性のみによって構成される、オルタナウヨク団体である。カナダのエッセイスと、バイスメディア共同創業者であるギャビン・マッキンズによって2016年に創設された。正式な立ち上げは、同年9月に、曲のウェブサイト焚き、S マガジン上で、ディズニーのミュージカルアラジンの曲である、プラウド・オブ・ユア・ボーイから、 冗談で命名されて作られたものである。団体の心情は、創設者により、現代社会を形作ったことを詫びるのを拒否する、西洋文化優位主義者だと説明されている。現リーダーは、ラテン系アメリカ人による、ドナルド・トランプ支持団体、ラティーノス・フォー・トランプの幹部でもある、キューバ系アメリカ人のエンリュケ・タリオである。2021年2月、カナダ政府からテロ組織の認定を受けた。 現在、ニューヨークやポートランドといったアメリカ全土の都市部で活動している。その他、カナダ、オーストラリア、イギリスにも拠点がある。プラウゾボーイズは数々の演説活動、抗議活動を起こしており、女性別視や暴力賛美の歴史があるとして、南部貧困法律センターによって、ヘイトグループと位置づけられており、一時は FBI によって、 白人至上主義とつながりのある過激グループに分類されていた。創設者のギャビン・マッキンズは2018年に日本の右翼で浅沼稲次郎暗殺事件を起こした山口に矢の格好をして寸劇を行ったマンハッタンでのイベント後に起きた10名の逮捕者を出した無政府主義者との衝突後に団体から離れている。2021年アメリカ合衆国議会議事堂。 襲撃事件に参加したことに関連して多くのメンバーが共謀罪などで逮捕された。リーダーのエンリケタリオはワシントン DC で BLM 運動の旗を燃やす活動に参加したことに関連して議会襲撃の前に逮捕された。アンティファのような左派勢力やブラックライブズマター運動のようなリベラル系運動とは強い対立関係にあり政治的な市民運動では 両者が退治するたびに時に暴力事件にも発展する衝突を起こしてきた。これまでにはパトリオットプレイヤーやアメリカンガード、スリーパーセンターズやオースキーパーズなどの民兵組織と共同で集会を開いており、そのたびにアンティーファ等の極左集団ともめ事が起きている。二0二0年九月に行われた二0二0年大統領選、討論会において現職大統領だった。 ドナルド・トランプは、プラウド・ボーイズを擁護するかのような発言を行った。プラウド・ボーイズは、2014年まで遡る創設者の指示により、モッツやスキンヘッズなどのサブカルチャーやイギリス国民戦線の文脈に従い、フレッド・ペリーのブラック・イエローのポロシャツを非公式の制服としていた。ポロシャツ以外にも、フレッド・ペリーの月桂樹のロゴを模したシャツや、パーカーなどを着ている場合もある。 また、支部によっては、その独自のロゴがプリントされた黄色のシャツを着ていることも、あれば、プレートキャリアをつけているメンバーも見られる。ほとんどのメンバーがどちらの側にいるかを判別させるために黄色いバンダナをつけている。なお、フレットペリー側は象徴として使われることに強く、抗議し、北米市場にて、ブラックイエローのポロシャツの販売を停止し、メンバーらに着るのをやめるよう呼びかけた。 ありがとうございます。